というわけで今夜もこんばんは。今夜もポケコロさんのお時間ですよね。というわけでですね、今夜もご覧になっていただきましてマジあざますあざますねえ。いや本当にね、今夜も見てくれた君がもしね目の前にいらっしゃったら、ご一緒にお蕎麦の準備しませんかとね、お誘いしないぐらいっすよ。いやもうね、時は年末ね、これを撮ってる時点でもうねだいぶ年末な、そんなね年末になってきましたんで、もうまさにねそろそろ1年を振り返るそんなね時期になってまいりましたよね。行く年来る年ですよね。いや今年1年どんな感じでした？私なんだろうね、こうなんとかなったっていうねえ、そんな感じですね。ねえ、いや、この動画をね、見てる君も、なんだろうね、今年一年、こう、なんとかなってれば、ね、いいなと思ってるんですね。とりあえず、すごい大変な一年でしたね。ねえ、この動画を見てる君も、大変なことね、いろいろあったと思うんですけど、本当にね、いろいろと大変だった一年なんですけども、せめてね、この動画を見てる君が、ねえ、こう、元気で過ごせて、元気で過ごせたね、一年だったらいいなと、思ってやまないところであります。そんな君も大丈夫。ねえ、もう大丈夫ですよ。ご安心ください。この私のね、この動画をご覧になっていただければ、ねえ、もうあとはね、ニッコニコで、ぐっすり、ねえ、お眠りになっていただけますよ。もしですね、夜眠るときに、こう、ニッコニコでね、こう、ぐっすり眠りたいなと思ってらっしゃる、ねえ、そんな感じのあなただったら、もうね、私の動画、おすすめですよ。お友達とかにもですね、そういうなんか、ちょっとこう、なんか、ニコニコ寝れないんだよな、みたいな、ね、方がいらっしゃったら、ぜひね、おすすめしてみてください。というわけでですね、今夜は、ポケコロさんをね、やっていこうという感じなんですけども、ね、ポケコロさんをしつつですね、より配信寄りというか、私日頃アップしてる動画も結構ね、配信寄りな感じの雰囲気というか、になってるんですけども、ね、こう、ポケコロさんをやるときには、こう、なんだろうね、より配信っぽく、配信寄りにやっていこうかなと思ってまして、雑談的にね、やっていこうかなと思ってるんですけど、私本当にね、もうこれ撮ってる時点でね、だいぶ年末なんですよ。ちょっと部屋入る？ねえ、ちょっとこう画面が変わらないと、ちょっと飽きてきちゃったみたいなね、感じにね、こう思われちゃうかもしれないので、ちょっとこうプレイしながらやっていくんですけども、ねえ、いや、しかしちょっと画面見ていただいて気づきました？私部屋の模様がちょっとしまして。なんですけど、私ね、あんまりインテリアアイテム持ってなくてですね、最近ポケコロバイトってあるじゃないですか。で、あれだドナをね、結構いただきまして、ねえ、ちょっとこう、インテリア揃えてみようかなと思いまして、ねえ、ちょっと床とね、クマさんをね、揃えてみましたよ。ねえ、これもなんかガチャでインテリアって出るんでしたっけ？ねえ、あとですね、クリスマスの時に、ガチャ券をいただきまして、そちらでね、引かせていただいたアイテムがね、こう増えまして、この今ね、装着しているヘアスタイルなんですけども、なんかね、これがSR?みたいでですね、いやーなんかね、久々にいいの当たりましたよ。最近ね、なんかね、めっきりね、こう、運気が微妙でして、一回占いますか、じゃあね。占いの館へようこそ。今日の運勢占いますよ。毎日占い。リコさんの今日の運勢は、もやもやもや。毎日占い、4位。4位ですって、奥さん。よもやよもやだ。私はポケコロでの責務を全うする。もうポケコロでの責務を全うしてきたね、甲斐があるかもしれないですよ。で、まあこう、なんだろうな、ざっくり見ていきますか。ねえ、ラッキーアイテム、キャンディーポット。キャンディーポットってなんだろう、こう、なんだろうね、飴玉をこう入れておく入れ物みたいなことなんですか、ね。木からがココアブラウンということでですね、最近ココア飲んでるんで。ねえ、こう、ラッキーだから、もう、なんだろうね、飲んじゃってますよ。そこを前向きに頑張れば応援してもらいます。ねえ、もう常に前向き、動画ではね。リアルはこう動画置いといて。ねえ、動画ではこう常にね、楽しい感じでやっていこうと思ってますので、ですね、もう常に前向きということになっております。なっておりますだって。困ったことがあれば、年上の人が助けてくれそうです。でもバリバリ助けてほしい。主にね、チャンネル登録とかね。恋愛運、面白い人と仲良くなれそうということでですね。いやー、私ね、クリスマスもね、こうバッチリ、お一人様だったんですよ。ねえ、もうね、寂しくてね。
さあ、よくしなかった相手と仲良くなれそうな日、ちょっと苦手かなと感じていた人がすごくいい人だったり、恋に発展しちゃうかも、です。マジで？いやー、マジか。でも、ちょっと苦手そうな人ってちょっと、思い浮かばないですね。ねえ。いや、もしかすると、こう、第一印象いまいちだけど、こう、そっからね、こう、恋に発展するみたいな感じかもしんないですね。いやー、もうね、常にね、もうチャンス拾っていきたいですよね。ちょっと勉強運、炎上運あり、思い切ってチャレンジを、困ったことがあったら助けてもらえる一日です。思い切って難しいことにチャレンジしてみてください。難しいことですか。いやー、なんかチャレンジしたいこと最近あるかな。いやー、何かあるかな。ちょっと、思いつかない。しいてない配信とかですかね。いや、配信って言えば、YouTube さんのね、なんだろう、アプリがあるじゃないですか。ねー、最近ね、こうちょっとYouTube アプリさんの方でなんとなくね、動画アップとか配信みたいなボタンがあるんで押してみたら、いつの間にかね、チャンネル登録者さんが1000人以上いらっしゃらないと、モバイル環境でライブができないですよと。いう風になってまして、いやなんかこう前できた気がするんですけどね。いやそういう風にねこう決められてしまいますとね、本当にチャンネル登録よろしくお願いします。そしてめっちゃ気になる金運、量より質を追求しましょう。お買い物は量より質が大切です。お洋服を買うなら長く着回せるものを選んでください。そっかそっか、お正月とかも結構初売りみたいな感じでね、服屋さんもこうセールというかね、ねやったりしますよ、ね、手軽なものより今日は質の良いものが20丸です。へー、別のね動画で言ったことあったんですけども、ちょっとねビッグシルエットなねパーカー買いました。その時にも言ったんですけども、そのビッグシルエットでちょっと大きめなわけなんですよ。そのおかげかっすかね、その大きめのパーカーとその体の間にこうねいっぱい空気を含んでるでおかげなのか、すごいねあったかいです。何かいいことがありそうです。あったら教えてくださいね。ビハーデキラー、ビハーデキラーってどういうのもありました。いや最近ですね、ポケコロさん内での私のお部屋とかですね、ポケコロさん内での私自身もね、結構模様替えとかね、コーデのイメージェンとかしておりましてね、このヘアスタイルもねこうさっきねちょっと言っちゃったんですけども、ね、ガチャで当てさせていただきましてね、初めて見たねポケコロさんでのレアインス。だからね、2段階パワーアップして、おおと思ったら、ねえ、このね、髪型引けました。展開動画から、ちょっとね、またコーデを変えてみましたよ。ちょっとどこ行くの、私。今映っている、ねえ、画面の感じで、お分かりいただけるかなと思うんですけども、私のね、この、マイ星、ねえ、マイスターを、ちょっとね、こちらの方、模様替えさせていただきました。ねえ、いやー、ちょっとね、ケーキのね、素敵なね、感じにね、しました。そうですね、さくらんぼの木を植えてたんですけども、最近ね、みかんの木に変えました。ねえ、この風ね、私すげえみかんとりんごを食べてまして、特にね、みかんの方が、ちょっと食べてるかな。ねえ、なのでですね、ちょっとみかんの木いいなと思って、ねえ、みかんの木にしてみました。なのでね、この動画を今ご覧になってくれてる、ポケトモさんがもしいらっしゃったら、私ね、みかん植えてます。ぜひみかん取りに来てくださいね。こんな感じでですね、今夜もいい感じの時間取っておりますので、ね、あとはこちらになりますね。こちらの方がですね、私のポケコロさん内でのプロフィールになっておりますので、よかったらですね、ポケ友さんになってくださいね。ねえ。さあ、先週から来ましたナズカです。コーデ大好きです。よろしくお願いします。動画を見て楽しいね。チャンネル登録もよろしくね。というわけでですね、最近ポケコロさんでは、なんかタグのね、機能が追加されまして、いろいろね、私もタグをつけてるんですけど、私が今つけてるタグはそうですね、ポケコロ初心者。まあなんかこうね、初心者みたいなとこありますから。そして、ゲーム好き、アニメ好き、呪術廻戦、呪術高専異次元他人の五条悟です。お疲れ様さん、ツイステ、エイペックスレジェンズ、センシル、YouTube、トークお気軽にというわけなんですけど、トークとかね、お気軽に送っていただけると、ね、嬉しいですね。ですね、私は乙女座になっておりますので、乙女座コインを集めようみたいなね、なんだろうね、今日やることみたいな、ね、のが出てきた時には、ね、ぜひね、私の星に遊びに来てくださいね。そんな感じでですね、ゲーム内の私も眠そうなので、ね、ここで一区切りと、ね、今日はさせていただきたいと思いますよ。本当にですね、この動画をね、今ご覧になっている金を、ね、こう今日一日だけじゃなくて、ね、もう今年一年すごく、ね、頑張ってきたと思いますですね。もう頑張り続けているあなた。ねえ、もうね、今日もね、ここまで私の動画をご覧になってくれているということはですよ。ねえ、まああとはね、もうニッコニコで、ぐっすりお眠りに
なれますよ。こんな感じでですね、最後はゲーム内の私と一緒にね、お休みいたしましょう。さ、お休みしていいんだよ。もういい感じのね、夜だからね。さ、トイレでおやすみ、ゲーム内の私。そんな感じでですね、私はまた次の動画、いい朝、次の夜にまたお会いしましょう。お相手はあなたの夜のお友達、私でした。それではまた次の夜に。